誰ですか？俺だよ。この打ち合わせがもう崩れてしまった。あ、どうもすいません。2年ほどぐらい前かな。はい、もともとこの髪型です。知ってる人は知っている。もともとさっぱり系のポン酢みたいなやつですわ。ポン酢、はい、で、今日は何をするかと言いますと、こうまたこう大阪店に、ね、夕暮れ時の西日のきついところで来てますけど、はいはいはい、5台ほど作るよっていうことは、はい、5台以上うちで抱えてるデモカーさんたちが、はい、こうね、あのどんどん次のオーナーさんに渡っていかないといけない。そうですね、そういう代替わりのところでございますので、はい、あの急遽この春先に向けてあのデモカー販売始めました。イエーイ。どん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 パフパフ、はい、上村君効果音大の苦手なんでね、前の動画見てもらったら分かると思うんですけどエコーがかかってないので、はあ、なんとも難しい。ほんまに難しいのかな。難しいです。今日は口数少ないと思いますけど、はい、しゃべらないですね。しゃべらんスタイルですね。いらないことは言わない。いらない。一動画で2台ずつぐらいですかね、ちょっとデモカーの紹介と、はい、価格の紹介。なるほど。あのどれだけお買い得に販売されてるのかっていうのを出してるんですけど、はい、まあちょっと1週間ほど前にさっき一斉に値段プライスをね、あの掲示させてもらいまして、はい、あのネットカーセンサーやらグーネットやら、はい、いろいろこの情報誌には出させてもらってるんですけど、そうですね、もうドドドドドドッと、はい、あのウォッチリストに入れてた人たちかな、はい、あの急にあの喧嘩するように取り合いで電話が鳴り響きまして、はい、まあ、そんな中の1台も紹介できたらなと思いますので早速行ってみます、はい、で、はいはい、1台目、はい、1台目ここにおますよ、はい、おますね、これはワイドのスーパー GL の特別使用車でダークプライム2になってます、はい、で、まあ、サイドミラー見てもらって丸い楕円形の ね、はい、そうですね、ミラーとよくミラーですね、うん、で、はい、ここにセーフティーセンスが、はい、このタイプでついてます、はい、ということでこの車は5型でございます。5型、うん、はい、で、あのうちのデモカーなんでナンバーついてますよ、はい、うん、まあ中古車として販売しますけれども、はい、主に展示してるようにしかあの使ってません。そうですよ、動かした覚えがあんまないですもんね、うん、はい、なので走行距離が後でまたメーターね見てもらいますけど、はい、実走行で27キロ、はい、まだ27キロです、はい、で車検は令和6年なんで、はい、来年の目いっぱい12月までありますので、はい、すぐ乗ってもらえます。2年弱ですね。そうね、はい、このまま販売っていう形で、まあ、名義変更だけしてするっていうところなんで、はい、まあ、早ければ1ヶ月程度、はい、いうことで、あの、まあ、ベースは分かりました、はい、で中身何になってるかっていうと、はい、ステルスさんと共同でやってますね、あの、はい、乗用のシシートアレンジレイブ6っていうやつです。レイブ6、はい、中ちょっとね行ってみたいと思います。はい、お願いします。ちょっと通路狭いですけど、はい、ここね、ここ昔あの金具がね、はい、出てましてね、はい、あの脚立でここ洗車してまして、はい、ね、よいしょって降りた瞬間にその出っ張りのところに尾底骨を強打しまして半日、立てませんでした。なるほど。なので今これテーピングされてます。あ、間違いないですね、はい、嫌な思い出やわ。そうですね、うん、まあ、そんなことはさておきは、はい、はい、中来ましたよ、はい、でレイブ6ってどういうのっていうと、はい、まあ、あの過去の動画でもね見てもらってると思うんですけれども、そうですね、ステルスさんで出してるいわゆるサードシートをセカンドシートにもつけちゃいと、はい、で何ができるか、こう背もたれがセパレートになります。お、レイブ8との大きな違いは、はい、セカンドシートがこの背もたれセパレートになってるタイプに変更になってるよと。そうですね、で、はい、なおかつ、はい、椅子自体にスライドレール機構がついてます。こういう感じで、はい、足元ゆったり逆に後ろの足元ゆったりするのに前へやったりとか、はい、そういうのができるようになってるシステムです。で、もちろんフルフラットいけます。はい、なるほどね、うん、はい、でシート自体はあのダークプライムのね、はい、柄に金磁色っていう形で、そうですね、ハーフレザーでございますわ。真ん中はトリコットモケットのタイプになってます。違和感ないですもんね。違和感ないですね、はい、だから純正シートともうほぼほぼ
一緒の状態に持っていってこれてます。さすがのクオリティですよ、はい、ヘッドレストもついてます、はい、抜き差しもちろんできます、はい、で抜いてもらってフルフラットでこういう感じで持っていきます、はい、でサードシートも同じように前後しますんで、はい、非常に昔からミニバン乗ってはる方やったらこのシートアレンジがね8人乗りとか、まあ、今でこそキャプテンシートとか、ね、アルファードベルファイアとかでも流行ってますけれども、はい、まあ、これが普通かな。まあそう元祖っていうか、そうですね、元祖ザ平成初期ミニバン言ったらもうこんな感じ、はい、8人乗りって言ったらね。で今でこそシートベルトリマインダー装置とかつけなさいよってなってるんですけど、この当時のやつは法律がまだその変わる前のお車になってるんで、はい、ピーピーピー言いません。なるほど、うん、かつ8人乗りっていう補助席もついてません、はい、おなるほど、はい、一番いい時代に作られたデモカーとなっております、はい、でまあ、デモカーなんでマットもね全てフルオプション、はい、専用のフロアマットもつけてますよ。そうですね、うん、もうダークプライムなんでね中も黒いですし、はい、でちょっと前の方へ私失礼オーバーいたしまして、はい、靴を脱いでお上がりください、はい、ここの中には傷があるのかな、ね、ないのかな、どっちですか、あるのかな、ないのかな、あるのかな、ないのかな、はい、ないってちょっと面白い動画してはる関係のね、はい、業者さんいましたけど、はい、面白かったけどね。でここ見て、はい、やっぱ運転席は正座して乗る前でねいつがそういう風になったんですか。ここほら走行距離オドアドちゃうで歌歌いますね、うん、はい、新世界は27キロです。なるほど、何が新世界やね、通天閣ですね、うん、新時代やろかな、あ通天閣いいとこまでボケ倒せますね、はい、でダークプライムなので、はい、ね、マホガニ調のステアリング、はい、シフトノブ、オーディオのインストルメントパネル、はい、インストルメントパネル、はい、下髪そうですけど、はい、そうです ね、ここまで。でメッキのところのパーツに関してはダークメッキ、はい、ね、塩梅ですよ。でオーディオとか何もつけてません、もうシートアレンジだけで飾ってたモデルになるので、はい、ここからナビゲーションとかつけていただくと、まあ、普通に乗れるように仕上げていく感じですかね、うん、メーカーオプションは、はい、両側の電動スライドドア、はい、でパールホワイトなんでオプションから入ってます、はい、でバックカメラ、はい、ミラーに映ってた時代です。ですので6型7型みたいにパノラミックビューモニターではございません。なるほど、自動防炎機能付きのインナーミラーでございます、はい、まあ、こういう形になっておりますと、はい、追加装備ただ入れれるぐらい価格は抑えてますんで、お値段の方に早速こう向いてます、早速お値段の方に行ってみたいと思います、はいはい、今現行のモデルで同じモデルで作ったとすると、これベースダークプライムまではやったんですけど、ガソリンの 4WD でございます、はい、おーなるほど、はい、4駆です、はい、で今現状でカタログ価格にしますと、はい、まあベース車両が436万ダークプライム2でいきますと、はい、ね、はい、そこに通常、まあ、新車の未登録からっていくと、はい、メーカーオプションで言った 今伝えさせてもらった電動スライドドアであったりとか、はい、そういうのが全部含まれてくるんで、なるほど、実際購入金額の車体の部分ってどれぐらいになるのって言ったら455万になるんですね、計算すると、はい、カメラとかも全部入れると、はい、まあまあ高いです。なかなか新車で買うってなると勇気のいる金額になってくるんですけど、そうですね、はい、なんとなんと聞いて驚け、はい、税込み389万円、めちゃめちゃ安くないですか。70万近く安いかなね、うん、あ、まあ、あくまでこれ当時5型のやつですよ、はい、いう形なんで、なるほど、うん、まあ、それでもパノラミックビューとかクリアランスソナーとかその辺ぐらいが変わった程度になってるんで、まあ、この辺ほとんどガソリン車に関してはねあまり変わってない。そうですね、はい、うん、エンジンも一緒ですね。そうそう、それでこの値段でしかも、登録済みのお車になりますんで、はい、まあ、登録にかかる諸費用に関しても、はい、まあ、10万程度っていう、おかつ、まあ、次のその車検までの法定費用の残り分の、はい、まあ、分けした金額、なるほどね、はい、であとはしっかりメーカーの保証継承という形で、はい、法令点検受けて保証書の名義変更を行いますんで、当然新しいお車ですからね、はい、もう、まあ、
見るために人が座り込んだことがあったとて、はい、こう運転してるわけではないので、ほぼ未使用車っていう。そうですね、うん、だ登録から何年って言って未使用車の定義っていうのがあるんで、なかなかそうもいかないんですけど、はい、なかなか新品同様の状態保ってますよ。未使用品的な感じのことですね。もうほぼ、まあ、はい、公道走ってませんよっていうぐらい。そうですね、あの構造変更かける公認取るのに、あの乗用車検っていう形で、はい、ステルスさんで走行テストとか全部試験データとかっていうね、はい、そこまでやって陸運局行って検査を受けてるんで、それだけの走行距離が伸びてるだけです。やっぱ少ないですね、やっぱり、ね、はい、はい、であのレーンディパーチャーとかね、もちろんセーフティーセンスついてますから、はい、白線読んでね、ピーピーピーって警報になりますし、はい、うん、まあ、伊勢湾岸とか走ってみたら、あのピーピーなりすぎてうるさいわって煽られすぎる、ね、まあそうですね、はい、その辺あの 4WD やっぱりちょっとふらついたりするので、はい、まあ、最近出してるやつの、まあ、4駆ね、ハルさんまだ出してないと思うんだけど、そうですね、スタビライザーとか、はい、あの辺の追加でね入れてもらったら、はい、より安定する 4WD になるのではなかろう。まああるに故障ないですもんね、やっぱり、うん、はい、まあ、そんな1台となっております。はい、これも反響の多い1台でございますので、毎週毎週あのなくなれへんかな、なくなれへんかなっていうヒヤヒヤ、まあ、我々はドキドキしてますけど、そうですね、はい、うん、そんな感じの1台でございます。ありがとうございます。2台目行ってみましょう。はい、はい、2台目でございます。お願いします。パナソニックのね、はい、やって、はい、展示させてもらいました。あ、でもたくさん反響いただきましたもんね、うん、あのうちのトランスもごめんなさい、あのマスク取ると今度鼻が花粉やね。あ、花粉症なんですか。花粉症、昨日愛知県にちょっと引き取り行った時に発動しまして、はい、そんなことあります。左半面、はい、左半面、はい、両方じゃないんですか、ね、鼻と目が、はい、ほんま左だけ、はい、びっくりするんで、もう右目乾いて逆に目薬さすもん、わけわからん感じですね、はい、まあ、そんなあの車椅子の車ですけれども、はい、一番反響が多かった。そうですね、はい、うん、やはりまあ欲しい、絶対に欲しいけれどもお値段が高かったんだろうね、新車だと。なるほどね、はい、もう本当にこればっかりは値段下げた途端にあの勝負ってなりまして、はい、なんと逆ですよ、売れちゃいましたよ。あららら、売れた車やけどちょっと紹介しようかと。そうですね、まあ、せっかくなんで、はい、軽くあの新車でも作れますし、中古車ベースで、はい、追加でリフトつけて8ナンバー登録でっていうのも、はい、あり。今度ダークプライム2なんですけど、はい、あのワイドディーゼルです。おお、なるほど、まあ、GDH の211とか、はい、ね、やってます。ちょうどもう2800に変わった時代のね、そうですね、5型の最終やったかな、はい、でオーディオ、はい、これもパナさんのイベントに出させてもらったやつなんで、はい、F1X10BHD やったかな、ブルーレイ、はい、ブルーレイ、ではないではない、 DVD、 はい、あれ、ほんま、うん、ほんま、DVD モデルでした。残念、はい、でもあの薄型になって、はい、厚み 4.7 のね、マイチェン後の薄いやつですわ。よかったです、ね、薄いですね。あ、薄も薄薄ですね。薄薄、はい、誰かの頭みたい。それ僕じゃないですか。俺のデコもやけどな。音？そプライムなんでね、これコンビシート、はい、コンビシート、コンビレザー、ハーフレザー、はい、ハーフレザーですね。で後ろはセカンドシート取っ払いまして、はい、レボシート入れてます。はい、ね、後ろ向きにした時にもハイバックをこうね抜き取って。もうちょっと抜き取って、はい、エンジンあるんで、ね、こうしてな、はい、こうしてこういって、ちょっとお手間はかかりますが、こうして、で今度こっち持ち上げて、こうしてね、抜いたタイバッグをぶっ刺す。顔もぶっ刺してましたね。顔もぶっ刺してましたね。紐はこちらでございます。ここにあのスライドレバーを
引っ張るための紐をついてます。これで楽々、はい、こういう感じで、ね、後ろ見ても背の高い、まあはい、背もたれあった方がやっぱ楽ですもんね。そう、はい、でまあここね、ここにちょうど固定装置、はい、今回この中から覗くスタイルです。なんか斬新ですね、うん、はい、いつもご紹介してます、はい、和光工業さんのところの、はい、埋め込み型の自動テンションの固定装置でございます、はい、安心は安心ですよね。ちゃんとあの、ね、やってくれますもんね。だからまあどれぐらいの硬さで縛ればいいのっていうのがもう設定されている状態なんで、はい、そこにフック引っ掛けてボタンパチッという形です。なるほど。でここにこう要は車椅子移動車なので、はい、車椅子に座ったままそれが椅子になってるという状態。おお、うん、はい、そういう状態になってますんで、はい、まあ、あの停車中、まあ、あ退屈って、あ大丈夫ってお世話するのにね、はい、これ横ベッドキットにもなっとるんで、はい、ここに座りながら大丈夫、はい、大丈夫って言って、はい、広さも十分ありますもんね。解放もできますし、はいはい、お世話できるかなと思いますね、まあ、この辺に関して新車で作るときに大体そのどう使おうかこう使おうかっていろいろこの個人差が出てくるんで、はい、そこに関してはもうヒアリング取りながらやってるんだけど、はい、もう見たままでいいよって言われたらもうデモカー通りに作ったりはしますし、はい、で普段あのパッケージに出しているカタログに載ってるやつに関してはセカンドシートは純正シートにスライドレールがついているモデルになるので、はい、ちょっとまた仕様は違いますけど、はい、このデモカーこれこれね、これお横っちょからこう斬新な光ってますね横っちょからこれタッチ調光ライト、はい、これは色変わらへんやつかな、うん、そうですね、これは白だけの旧タイプの、はい、こういう形で明るさだけが変更できるので、はい、横から照らしたらちょっと横も見えやすいんじゃないのっていう話ですね。そうですね、となっております。はい、で後ろがリフトに、はい、でリフトが、はい、和光さんの、はい、初めてあの横開きね使った、はい、この SKY シリーズ、 SKY シリーズ、はい、あーもう今出してるこのタイプの車椅子仕様のお客様すべてと言っていいほどこのタイプ、やっぱこれ横開きで絶対便利ですもんね、うん、やっぱここまで体入るのが全然違う、はい、そうですね、うん、やっぱこのままでこのままでこっちこうやると、はい、ここに行くまでで長いから、そうですね、ね、こう横っちょからこう取ったりとかせなあかんだけども、はい、それだけでちょっと手間やもんね、はい、少しでも買い物の手間減らしたいとかいろいろ考えてねやってもらってるのにここ手間かかっとったら何のためにやっとんなっていうのがあるんで、うん、そうですね、うん、これが正解。はい、ただやっぱり、前回動画でもねいろいろやってますけど、はい、構造が複雑化してるんで、はい、多少金属音します、はい、うん、これだけちょっとあれ思ってるのと違うかったっていうのはちょっとねっていう。でベースに関しては、はい、まあ、バンタイプ、はい、両開きのバンをベースにしてるんだけども、はい、パッケージングでコンフォートシャックル、はい、今ホットスタイルさんのコンフォートシャックルね、はい、乗り心地改善という形でリーフのエンドとボディとつないでるシャックルの部分がシーソーになって衝撃を緩和するっていう画期的な緩衝材がありますんで、はいはい、それをつけた状態で8ナンバー購入に行きますんで、はい、ではまあ車体形式の後ろに貝マークっていう、はい、改造の貝で尾行欄に緩衝装置改造されてますよと、はい、しっかり購入取って、で安心ですね、はい、このデフ下から来るドカーンっていう莫大な突き上げが車椅子に座ってる人に来ますから、はい、それを緩和してあげましょうっていう。なるほど。ショックとかはちょっとついてないので、はい、これは追加で入れてもらった方がいいかもしれない、はい、よろしくお願いします。僕らの優しさはシャックルまででした、はい、今後なんかラインナップでね、そうですね、行かせたらと思います、はい、あのワゴンベースに、ね、この今回、まあ、前の動画でもワゴンベースでやってますよっていうのがあげましたけど、はい、あこら辺はリーフ自体がやっぱり貨物じゃないので、はい、マイルドに設定されてるっていうのが言いますもんね。そこまで気にはされてないという状態でしたわ、はい、まあ、実際使ってみて、ね、後ろ座って走ってみて、はい、どんな感じかなっていうのでね、後から入れるってなっても、はい、リーフスプリングとシャックルに関しては構造変更必ず伴う商品になってるので、はい、まあ、そこだけ注意してください。初めに投入するべきっていうパーツになってます、はい、ショッカーもそば後からで
指定部品なんで OK ですと、はい、いう感じでございます、はい、よいしょ、以上です。まあこれは気になるお値段って言うとかわいそうなもんかな。そうですね、はい。まあでもあの税込みで430万くらいだったかと思います。339万、はい。でまああの非課税になっちゃうんで実際税抜きで390万ぐらいで販売してましたわ、はい、うん、セカンドシートそのままでリフトと固定装置と、はい、つけて、まあ、8ナンバーコン取る程度でしたらおそらくプラ100万程度。お、意外にリーズナブルな感じですね、うん、はい、っていうのもあるので、まあ、はい、あの予算ちょっとしんどいねっていう人逆に相談ください。中古車ベースででも、まあ、まずはねあの、うん、中島店長の方に相談していただければと。そうそう、大阪店の店長でも大丈夫よ、はい、最近なんか僕の方が詳しいのでって言ってなんか西宮に電話が来ることがあるんだが、はい、大阪の人が何を知るのやら。ちょっとカツですよ、カツ、カツですね、ほんまに。あのお勉強会してたからね。そうですね、はい、八ナンバーちょっと難しそうってね。キャンピングカーとかもそうやしね、はい、ちょっとハードル上がりますもんね、うん、まあ理屈さえ分かっとったら、うん、どうすか、そろそろ老後に無視あるよ。まだ早いなやつ、僕まだ40代なんですけど。まずだから運転手を見つけなかったね。俺後ろに乗るから言って乗せたから、そうですね、まず運転手、うん、雇うところからスタートですね。まあ、ゆくゆくはあの福祉車両の専門ブースなんで、ね、はい、出してもいいのではないかっていうぐらいラインナップを出していってるんで、はい、まあ、今後この辺のやつも期待してもらっていいかなと思います、はいはい、こんな感じで2台目も紹介終わりました。かなりの長さの動画と思いますけど、はい、編集よろしく、ね、短いって言ったら中島さんですけど。まあまあ長いです。1個が短いから2本撮りでいこうか、1つの動画で2本行こうかって言ってたんだけど、はい、まあまあ長編になったと、はい、だ次も2個1で行きますので、あ、はい、あ、はい、わかりました、いいなと思ってもらった人、はい、あ、いいねするよりさっき問い合わせっていう感じよね。そうですね、早いもん勝ちですからね、はい、こうだからこうやっとくわ、お、電話で、電話でいいね。はい、電話この状態でやったら下を落としてやる。ああ、そうか、液晶割れてんけ、そうですね、ヒール訴えるぞ、はい、おら欧米かっつって、あ、てな感じで、はい、また次回ねデモカー紹介できたらと思います。その間にあの新型のデモカーができてもまた動画撮ります。もうデモカーだらけ、僕の後はパンクしそうです。ほんま、はい、はい、ベースボールでも見るか。そうですね、はい、もう過ぎたよ、初戦終わったね。初戦終わりましたね。次は今日韓国戦です。今日、はい、早いな、はい、じゃあビールの片手にウォッチング、はい、そうですね、だから今日みんな早く帰るって言ってるのかな、かもしれないですね、かもしれないね、はい、でまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら、バイなら。